観光とは一般には楽しみを目的とする旅行のことを指す。英語では観光する側と観光させる側で言葉が分かれている。これには口実される宗教行為の対象者と行為者の立場が現れているとも見られる。なお競技には観光事業を指すこともある。人類最古の観光の形態は聖地への巡礼の旅であったと考えられている。例えば、 スペインでは世界各国からサンティアゴでコンポステーラへの巡礼者を千年以上に渡って受け入れてきた歴史がある。日本でも古代から神社仏閣への参詣が行われていた。社会が安定した江戸時代中期以降、伊勢神宮などに参るついでに名所巡りや飲食を楽しむ旅が庶民にも広がった。これらは旅、考慮、遊山などと呼ばれた。 自社や継承地を紹介した各地の名所図絵や、東海道中膝栗毛のような旅行文学も観光された。観光の語源は古代中国、駅境にある関国行き港、利用品王との一節による。この句を略した観光の日本での早い時期の要例としては、幕末にオランダから江戸幕府に送られた軍艦、観光丸のほか、明治時代初めの米王使節団を率いた、 岩倉ともみが報告書である米欧海乱実記冒頭に冠、光と記号した。後者は外国をよく観察して日本に役立てるという意味だったと思われるが、岩倉自身も東京テントで衰退した京都経済を再生するため、外国人らによる京都観光を政府に検索している。鉄道施設など近代化に伴い日本人の国内旅行もさらに盛んとなり、 明治時代後半には遊覧旅行の意味で観光が使われるようになった。大正時代以降、観光はツーリズムの訳語として定着したが、学者や論者によって定義が違うこともある。例えば、国土交通省観光白書では、宿泊旅行を観光、現観光家事、帰省、業務、その他に分けている。この解釈によると家事、帰省、業務、 その他を除いた旅行が観光である。日本政府は昭和5年浜口内閣の時に鉄道省の外局として国際観光局を創設した。岸守が紳士名称は江木翼鉄道大臣の意見によったと言われている。白色であった江木が駅橋を引用した。この時期には大変珍しいものという程度で用いられていたといった見方もあるが、 国際観光局に先立ち1912年にはジャパンツーリストビューローが設立されている。その出版物ツーリストではアイヌ文化を詳しく伝えて国の光イコール文化の概念の普及に努めている。外括的に言えば観光は明治時代からある単語ではあるが極めて限定的にしか用いられずむしろ今日で言う外国人観光客誘致 インバウンド誘致といった意味合いが込められていく。ツーリズムの訳語として当てられたのも、そうした時代背景がある。国内観光には、遊山、遊覧、万有、行楽などの用語が用いられ、今日の意味合いで、つまり国内旅行の意味も含めていうところの、観光が定着したのは1960年代以降とする主張もある。ただ実際は、昭和初期から、 国内の旅行に関しても、観光という言葉が広く使用されていた。例えば1936年に国際観光局が発行した観光祭記念観光事業のしおりには、日本国中の都市も村落も、それぞれその土地を美しく立派にし、観光客の誘致を図ること。これは日本国内の問題ですから国内観光事業と呼ぶことができますと記されている。近年、 再び国の光を見るという液境の解釈が引用されることが多くなってきた。原理を厳密に解釈すると、文字通り、見物、物見であろうが、光という比喩的表現で対象が幅広く多様な、解釈が可能なことも一因であろう。庶民に観光というものが流行り出した当初は、観光に行くということ自体に価値があり、場所や何をするのかということは重点に置かれなかった。 しかし、次第に観光に行くということ自体は当たり前となり、どこに行くのかということがステータスとなった。観光地を大きい見出しにしたパンフレット等が流行り出したのもこの時期のことである。しかし、その時代も長くは続かず、大抵の観光地には行ったことがある人が増え、どこに行ったということが自慢になる時代は終わりを告げた。この頃から観光はステータスではなくなり、 純粋な楽しみとしての観光が広まることになる。具体的には場所ではなく目的が観光を引っ張る時代となった。推したいからそれができる場所を観光しようということである。体験型観光が流行り出したのもこの時期からである。現在はこの時代にあると言われるがもう一歩進んだ次元にあるという考え方もある。それは目的だけでは客は来ない。具体的には 楽しい気持ちになりたいとか、癒されたいとか、ゆったりした時間が過ごしたいとか、そういった感情が観光を引っ張る時代となったという考え方である。実際そういう言葉がパンフレット等に登場し始めていることも事実である。なお、中国では、観光という語は一般的ではなく、旅遊、遊覧が用いられる。中華人民共和国国家観光局の中国語、表記は、 中華人民共和国国家旅遊局である。シュケチ,チンお城での文化や観光情報センター、ポーランド観光との対比特に近年、観光という用語に物見湯さ的な、あるいはビジネス的、事業的なニュアンスを感じる場合、あえて観光を用いず、ツーリズムという用語を当てることも増えてきた。原理であるツアーは、ろ路で回すという意味があるとされ、そういう意味では、 中有に近い概念と言える。ただ、今日では、ツーリズムは、観光と、イコール、さらに講義では、業務も含む旅行そのものと、解釈されている。しかし、近年は、ツーリズムという言葉は特に観光業者の間では、特別なものと認識されることも増えてきた。かつてのものみ予算的な観光を、サイトシーイングとして、昔のものとし、ツーリズムとは、 体験型観光として位置づける動きが強まっている。そして、ツーリズム自体もその特性により様々な言葉を付加して区別している。環境に配慮したツーリズムを、エコツーリズム、自然、特に山や森などを扱うツーリズムを、グリーンツーリズム、自然、特に海を扱うツーリズムを、ブルーツーリズムと呼んだり、地域独自のツーリズム名が生まれたりしている。日本でも、 都道府県や市町村の観光協会、観光連盟に相当する団体でも、ツーリズムを関する例が見られるようになってきた。例えば、兵庫県では、社団法人兵庫ツーリズム協会と、大分県では、財団法人ツーリズム大分と、観光を関していない。また、大分県武田市では、市町村合併に伴い、旧自治体単位であった、観光協会を統合。 武田市観光ツーリズム協会として再発足した。ツーリズムのつく、用語ツーリズムのつく用語は非常に多い。ただ、概念や理念が先行しているものもある。ビジター産業、ツーリズムには観光産業という意味もあるが、これに対してビジター産業と呼ぶこともある。もともと米国発の発想で目的の遺憾を問わず、 その地を訪れるすべての人を対象にしていこうという考え方である。ただし、米国では来訪による移動の距離や宿泊を伴うかどうかにより、近隣や日帰りの場合は除外することもある。ヨーロッパの観光政策では、観光事業と世界遺産などの歴史的建造物の保存と活用が特に着目されている。イタリア、フランス、イギリス、 アメリカ等の欧米諸国では歴史的建造物の修復や再生、旧市街地の活性化など先進的な取り組みが実施されている。また、スペインでは観光事業に歴史的建造物の保存と活用を積極的に結びつける観光政策が取られてきた。具体的には歴史的建造物のパラドールとしての活用である。スペインでは1960年代に観光ブームが 起こり増大する観光客に対応するために新築のパラドールが次々と建設された。しかし新築のパラドールの増大は既存の歴史的建造物の中に矛盾する要素を取り込むこととなったとの問題が指摘され、1960年代に建設されたパラドールには後に廃止されたものも多い。その後、パラドールを設置する場合にはできる限り古い建物を活用し、 芸術的価値、歴史的価値を検討し、その建物が宿泊施設として利用可能かどうか、専門会委員会が判断する仕組みが導入されている。観光基本法の制定に際し、法案作成の事務作業をした衆議院法制局では、観光の法的定義を試みたものの困難であると断念し、観光概念は世間で使われているものと同じ意味であるとしたと伝えられている。 用語としての観光は、朝日新聞データベース、聞き蔵による検索結果によれば、当初は固有名詞に使用されるケースしかない。普通名詞として使用された初めてのケース、その後日本人軍人から外国人軍人、軍人以外のものの海外視察等へと拡大してゆき、最終的には、内外の普通人の視察にも使用されるようになって、いったが、いずれも国際に関わるものである点では、 変わりはなかった。明治期に多くの概念が西洋から輸入され、看護を用いて造語され、修練していった。社会、宗教、会社、情報等がその例として認識されているが、軸としての観光はこれらの新たに造語されたものとは異なり、すでに存在していたものである。前述の通り固有名詞の一部として使用され、朝日データベースに登場もしている。 一方ツーリズムが用語として日本社会において造語しなければならない状況にあったのは現在の資料では不明確である。ツーリストに関してはツーリストと外来語のカタカナ表示がなされていた。概念の明確化が求められる法令において観光が使用されたのは1930年直八83号国際観光局完成が初めてである。 朝日新聞データベースから推測されるように、世間では観光が国際に関わるものに限定されて使用されていたにも、関わらず国際観光と表現した経緯につき、観光の日本と将来観光事業研究会1931年、及び観光事業10年の解古鉄道省国際観光局1940年に、江ギッ鉄道大臣の強い思い入れがあったと、 記述がなされている。当時の五感からすれば、外遊に国債をつけて、国際外遊と表現したかの印象があったのであろう。しかしこの時に観光に国債をつけたために、国内観光の用語の発生する余地ができたとも、考えられる。国際観光局の英文名は、ボードオブツーリストインダストリーとなっており、国債にあたる表示はなされていない。朝日新聞データベース、聞き蔵による、 記事検索では、ツーリストは1913年から外国人に関わるものとして使用されているが、言語のツーリスト自体が当時言語国で外国人に関わるものに限定されていたのかの立証は、これからの研究課題である。ツーリズムという用語については、朝日新聞データベース、聞きぐらによれば、戦前は検索されないどころか、昭和末期までほとんど検索結果に現れてこない。 状況である。なお、観光が国内観光、国際観光を区別しないで使用されるようになったのは、戦後連合国の占領政策が終了する時期、つまり日本人の国内観光が活発化する頃からである。政府の観光政策審議会の今後の観光政策の基本的な方向についてでは、観光の定義を余暇時間の中で日常生活圏を離れて行う。 様々な活動であって、触れ合い、学び、遊ぶということを目的とするものとし、時間。さらに、21世紀初頭における、観光振興方策についてによると、いわゆる、観光の定義について、2008年10月1日、国土交通省の外局として、観光庁が発足し、第一種旅行業者の登録は、従来の国土交通省大臣登録から観光庁、 長官登録に変わった。宿泊を伴うか否かにかかわらず、観光旅行の普及と発展は、観光地に様々なプラスのまたはマイナスの影響を引き起こす。このような現象は、観光化と呼ばれるが、これについては、マスツーリズムに詳しい。ありがとうございます。